今出ていった青い軽トラの方にお声掛けいただきました。ありがとうございます。よし、出発します。ありがとうございました。本当僕がちょうどセブンから出てきてね、コーヒー買ってきたんですけど、これをね、買ってきたら、出てきたらちょうどお声掛けいただきまして、わざわざ軽トラから降りてきていただいてね、いつも見てまして、で、しかも昨日僕ライブで言ったんですけど、昨日中区中町で手摘みしよったんですよ。あの時に通りすがりのワンボックスカーの方にね、声かけられたって言ったんですけど、その方でした。はい、ありがとうございます。すごいですね、2日連続で遭遇することができました。ありがとうございます。よいしょ、さあ出発しましょう。いやー、なかなかないですね、2日連続でグッドタイミングで遭遇できるとかね。はい、じゃあここはダンバラです。じゃあ今日は朝一ね、時間指定9時で宇品東の方にコンテナ設置に入ります。今時刻が7時23分、1時間半近く時間がありますんで、この間のね、宇品鳩場公園の近くなんで、まあ、あの辺で空くで待機しとこうかなと思います。時間になるまで、もうほんとあっこから5分ぐらいのところなんで、あそこで待機しときたいと思います。最後の中町の現場、雨が降る中ね、やりましたけど、ぶち疲れた、ほんま。ガラの今晩、昨日、そして月曜日もね、ガラのちょっとした今晩があって、なんか今週は結構そういった目に遭ってますね。疲れてて、おまけに昨日は雨だったでしょ。雨がね、しとしと降る中やりましたけどね、カッパ傷に。カッパ持ってないんで。ほんと疲れた。あらら、ここ信号早いね。ここスクランブル交差点になってますね。広大前です。広島大学病院前。下に平らに積むんです、まず最初に、はい、でその上にまあ軽いものを乗せたりするんですけど、昨日はね、ガラがまあ一番手前に置いてあったんで、ガラは一番下に置けたんですけど、そしたらね、今度建具があったんかな、上っ面に。でゴミの廃材の一番下に、まあ、木材とかあとガスコンロ、ああいったものがありましてね。だから柄を平らに積んだ上にコンテナの右前にね、積めるようにして、こうボボボッと建具を積み重ねて、でコンテナの左と後ろにスペースが空くんで、まあ、そこにガスコンロとか長物の木材とかをスペースに詰めて、でもちろん横と後ろね、建具とか半端もんのね、板切れとか立ててから積みましたけど、まあ大体あんな感じですね。だから昨日はね、ガラが一番手前にあったんで積みやすかったですけど、まだあれがね、廃材がこずんである一番下にガラとかがあったらもう最悪ですよね。上っ面を一回どけてからね、ガラを積むようになるし、まあ少々のガラならいいですけど、ガラがメインだったらね、ほんと上っ面にガラとか積みたくないんで、できれば。だから、ね、そういった場合は一回上っ面のものを避けてガラから積んだりしますけどね、まあ、一番痛しいのはサンドイッチになってるのがもう一番大義ですね。あれは痛しい、ほんま。ガラとか木くずとかいろんなもんがもうぶっ刺さってね、ほんで
解体現場なんかだったら木に釘が刺さったままとかねあるんですよ。でそういったものがね土の袋に引っかかって引っこ抜けんかったりしてね、えいそうってなりながらねやるんですけどね、ああいったこともよくあります。でもなんだかんだで雨が大義、雨の日の仕事はね大義です。現場仕事は運転中はいいんですけどね。今日は明け方まで降っとったんかな、雨が多分ね、明け方まで降って道路も濡れとるし、そんな感じですね。このバイクの運転さんは素晴らしいね。もうだいぶ前からこの歩行者の方渡るのね待ってましたね。だから昨日も言いましたけど、ピュン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 間抜けしていくバイクもおるけども、こうやってねやっぱりきちっとしたもう模範になるような運転されてるバイクのドライバーさんもいますよね。ライダーさんか、バイクはね模範的なライダーさんですね。右手が南警察署ですね。南警察署、あ、左手か、右じゃなくて。あ、すごい、おまわりさんがいっぱいおった。一回ここの駐車場入ってから、あの屋上のなんか防水シートかなんかやり替えるとき工事で入りましたね。レッカーで釣ってもらってそれを積んで帰るっていうね、そういう作業もしましたけど、よくありますね、屋上から防水シートのやり替えでね、そういう工事で現場入ることがあります。木工って言ってね、あのなんかワイヤーロープみたいなんでカゴみたいになっとる分、網みたいになっとる分に廃材を入れて降りてくる場合もあるし、フレコンにね大きな土のに廃材入れて吸って下ろしてもらう場合もあったりね、パターンは様々ありますけど、しゃはい、これね最初1時間無料ですから、ここはあアンテナが当たる、発見ボタンを押して駐車券をお取りください。はい、道内の案内表示に従ってご利用ください。よし、じゃあちょっと今7時36分、ちょっとここで時間潰したいと思います。あらららら、かわいいね。バイバイ。あ、来た来た。バイバイ。バイバイ。これ犬、よさわれんのだよな。あのよくねワンちゃんとか歩いてたら、あーよし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 ってやってる人いますけど、あれ羨ましいよね。うん、俺できんのだよね、あれが。うちのあずきしか触れん。苦しまだってジャパンコートガード、なんかかっこいい船が止まってますわ。今日見てこの僕のこれ服装、これまあいつもの服装ですけど、今日もジャンバーなしでも全然 OK、はい、逆光じゃない、こうせないけどね、はい、もうジャンバーなしで全然いけてます。今日はちょうどいい、今車内でね暖房で温まっとったんで、もう潮も満潮やんけこれ。え、すごい、あ、海の匂いがしてきた。うん、いいね。また近々江田島に行くことがあるかな。あれなんか調査しておるんだね。調査中って書いてある、あれ来島っていう船と、え、東京って書いてあるよあれ後ろに。え、あれ東京の船、東京から来たの。ご苦労さんです、海上保安庁。あ、海上保安庁の船か。通りでなんか
アンテナとかなんかあんなんがすごいのがついてるなと思った。朝風、隣には朝風っていうのもいますね。来島と朝風、あ、その向こうにもなんか一回り大きいのが止まってますね。あれも東京って書いてあるね。燃料何回ぐらい継がないけんのかね、東京からここまで来るのに。はいはい、アクタス。寒、なんか寒くなってきた、ちょ帰ろう。寒くなってきた急に。この海辺に出るとやっぱ寒いな。寒くなってきた。はい、じゃあもうちょっと待機して、現場の方ね、お入りたいと思います。いい音、めっちゃいい音やんこれ。あー、かっこいい。わーわー、煙を上げてエンジンがかかりました。海の安全を守ってください。よろしくお願いします。時間が1時間過ぎとった、気づいたら。何分かかる？あ、100円か、よかった、はい、100円でよかったよ、こんな。気をつけてお帰りください。はい、行ってきます。はい、今日ね、昼ご飯これ食べますよ。カレーヌードルと鮭明太のフレークをかけてきたやつ、ご飯。ご飯とカップラーメン。はい、昨日ね、そう、昨日パスタ作ったんですよ、夜パスタにしたんで、またおかずにならんかったんでね。パスタあれ半分にボキッと折ってやればいいですね、短くなって。でフライパンでやったんですよ昨日。フライパンを2つ使って、あの深鉢の鍋でやったらお湯が沸くまでにめっちゃ時間かかるじゃん。なので昨日フライパン2丁でね、2丁拳銃でやりましたけども、はい、あれの方がね、やっぱ早い、早くできるしね、パスタがなんかもちもちしてました。非常に美味しかったです。はい、さあ食べよう、いただきます。あーっと、久しぶりだね、カレーヌードルとかカップラーメン食べるの久しぶりだね。しゃあ、今日はね、視聴者さんにもね、またお会いできたしよかった。ほんで今現場でね、これなんか変わった、これ飲んだことない、これカフェオレ、伊藤園か、伊藤園のカフェオレをいただきました、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、そう、このセブンイレブンの安い方のカップヌードルにしました。十分よこれで。うん、ああ美味しい。幸せ、カップラーメンに幸せを感じる。うん、うん、そして鮭明太ご飯、うん、お袋の味ですよ。うん、母親がこれ買ってくれたんで、鮭明太お袋の味。はい、髪切りたいんですけどね、散髪行きたいんですけど、なかなか行けてないですね、もさくてね、髪がもう。はい、切りたいんですけどね。うん、うま。カレーヌードルで一番好きなのはこのじゃがいもね、そういった方多いんじゃないでしょうか。うまいわ、だしもうまいよね。カレーヌードルうまいわ。
や本当みんなすごいなと思いますよ。毎日お弁当作る方はね、もう今ちょっと妥協してますね。あの晩飯の残り物がない時はもうこんな感じになってしまいますね。なかなか続かんわ。1ヶ月ぐらい毎日ね、卵焼きとかね、目玉焼きとか作ってやってましたけど、3週間ぐらいか。最近やってないですね。ただあの一応ご飯は持っていくようにしてます。お米は、ライスは。まあそれだけでだいぶね、食費とかもね変わってきますわ。毎日ねコンビニとかパーキングで食べることを思ったらね。そう、今ねあのあれなんで、不景気なんで、ジーコはだから今はあのね、根を張る時期です。はい、根を張って根を張ってね、下地を作って下地を作ってね、そのうち花開くことをね、夢見ながら日々生活しておりますはい、まあな、まあね、食べときゃね大丈夫ですよ。カップラーメンでも食っときゃ生きていきますと。うまいはい、じゃあそんな感じで昼からも、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。さようなら。